4月から授業も始まって、みんながどんな感じで就活してるのかな。なんか浮かれそうじゃないね。バチちゃんとしてる。大丈夫なのかな。これでも遅いのかな。世の中とか関係なくない？どうも、シュンです。こんにちは。今回は、就活生座談会ということで、実際の就活生3名の方に来ていただきました。おはようございます。おはようございます。今、こういうご時世で、横のつながりってほとんどないと思うんですよね。なので、実際の就活生は、どういう感じで生活しているのかとか、どういうスケジュールで、就活を進めているのかっていうところを、分かっていただけたら、すごく嬉しいなっていうふうに思ってます。自己紹介お願いします。明治大学法学部4年生の平智也です。現在は主に金融だったりインフラ系の企業を受けていて、結構面接とか積んでるかなっていう感じになってます。京都立花大学4回生の前原彩乃と申します。現在は業界を絞らずにいろいろ説明会とか受けてる状態です。東京未来大学モチベーション行動科学部の3年生の節政拓也と申します。志望業界とかはまだ全然決めてなくて、これからサマーインターンもちょっと行ってみようかなっていう感じなので、今日はお二人のお話をたくさん聞いて、ちょっと参考にできたらなと思います。池田くんからテーマをいただいてもいいですか。4月から授業も始まって、授業もある中で就活もしなきゃいけないし、みんながどんな感じで就活してるのかなっていうのが気になったので知っていきたいと思ってます。ちなみに池田くんはいつ頃から就活始めて、どんなスケジュールで就活進めたかっていうのと、あと1日どんなスケジュールで最近生活してるかって教えてもらっていいですか。就活自体は去年の5月ぐらいから始めていて、参加しながらだんだん3月ぐらいからエントリーしていって、早期選考とかもインターンから何個かあったので、そこを受けつつ、授業が必要と火曜日にあるので空いてる水曜日に面接とかを入れるみたいな感じで、結構日によって分けてますね。なんか浮かれそうじゃないんですか。確かに、すごいなと思った。ちゃんとしてる。マジちゃんとしてる。どうですか、前原さん。私は始めたのが11月とかで、最近やる気なくてずっと遊んだりとかしてる状態で、エントリーとかは1日1回は絶対やるようにしてるって感じです。じゃあ どんな感じのスケジュールで生活してるんですか。説明会は入れる時には絶対に入れて、例えば週3バイトとか、なんか日頃から続けてることは絶対に続けるようにできる範囲で計画組んでたりとかはしてます。じゃあ昨日とかは何時に来て何時に寝てみたいなのはどんな感じ。昼前に起きて、ES 書かないといけなかったんで、ES 書いたり、動画の ES とかあるじゃないですか、そういうの準備したりとかして、そうなんですよ、準備したりとか、勉強したりして、終わりみたいな感じです。マイナビとか見て、気になる企業にはとりあえずポチポチエントリーしてるって感じで、授業のある日はなんか全然就活とかしなくて、休みの日に時間取って ES の書き方とかちょっと勉強してみようとか、企業どんな感じなのかなっていうのは見たりしてます。え、そういう先生もうエントリーできるの。今サマーインターンとかのエントリーはできるみたいで、企業説明会みたいなのもなんかもう募集してるから行ってみようかなって感じです。すごいね。どうですか、前原さん、先輩として1年前に戻れたらこういうことするとか。インターンは行くかな。自分は結構インターンって無償のイメージがあって、なんかマジパシリみたいでムカつくって思ってたから行かなかったんですよね。こういう頑固な部分はのけて、ちゃんとインターンとか行くべきだったなとは思った。ワークショップとかワンデーみたいなのは無償が多いです、はい、長期インターンとかだったら優勝も多いイメージがある。先輩からなんか無償が多いよって言われてて、なんかそれならバイトやった方がいいなってうちは思っちゃったから、けど今から思えばいけばよかったなちょっと。あ、そうですね、ちょっと思います。自分の同じゼミの子とかもう泣いていただきましたみたいな人とかいたりとか、なんか終わりましたみたいに言ってる人がいて、ちょっと大丈夫なのかなみたいなところもあったりとか、まだ自分面接しかしてないみたいなところもあったりするので、周りと比べてしまって自分が早いのか遅いのかとか不安になるっていう悩みですよね。そうですね。前原さん、私はその人と比べたこととか実生活でなくて、就活とかも自分のペースでやればいいやと思ってるから、泣いてもらった人の話は参考にするけど、人は人、自分は自分やからって思って就活する。ツイッターとか見てると、もうなんか3年生の23卒の人たちも普通にみんなもうなんか OB 訪問今日行きましたとか、もう面接やりましたとかやってるんで、なんか自分が早いのか遅いのか、むしろこれでも遅いのかなってぐらいのなんか気持ちになっちゃってるんですけど、なんかそこがちょっと不安っすよね。でも世の中とか関係なくない？ストーリーとかでさ、内定もらったとかいうやついるやん。マジムカつくよ。確かにいるんだね。いますいます。まあ悪気ないんだけどね、その子たちもね。マジで自分のペースでやったらいいと思う。昨
気にすんなマジで。ありがとうございます先輩。でもそうだよね。早ければ早いほど確かに情報とかは入ってくるけど、果たして本当にいいかっていうのは私問題ですね。はい、ということでスケジュールに関して今回話させていただいたんですけど、周りの友達とかの進捗とか特に気にせずに自分のペースで納得感を持って就職活動を進めて終えるっていうことが大事っていうことが分かりました。で続いてのテーマもよろしくお願いします。よろしくお願いします。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。